されましたか。今日ちょっとなんか密着してほしいというか、はい、というのも今までちょっと単独絡みの V 撮りだったりとか、はい、当日だったりとかに必ずと言っていいほど自転車に引かれてるんですよ。まあ1回目は本当に運がないからっていうことで、はい、まあ占いで、まあ、ラッキーアイテムを身にまとってじゃあ行ってみようって言ったその出花に結局自転車に引かれて。と思います。それでは検証スタート。とかあとまあミュージックビデオみたいなの撮りたいって言ったら、まあ、一番いいところで自転車に引かれて。で再度今度また当日単独の当日にミュージックビデオみたいなものをまあリベンジしたいっていうことで舞台上で自転車で引かれたんで、はい、まあ多分だけど今回も引かれるかもしれないっていうのがあって今は結構忙しくさせてもらってるから、はいはい、怪我とかはもう絶対避けたいからっていうのが、うん、まああるかな。でその我々何を密着その引かれないためにやっぱ今回はやっぱ対策を打ちたいと思ってて、はいはい、まあそれはまあいろいろ考えてるんだけど、はい、なんで一応密着してもらって、まあ、どういう対策をしてるのかっていうのをちょっと見てほしいなっていう感じかな。おー。最近結構体鍛えてる。あ、そうなんですか。うん、何で行く。いや、いろいろだね。もうジムも行ったりしてるし。あ、ちょっと待って。気分悪いからちょっと道変えようぜ。お客さん。はい。何ですか。ちょっとトレーニング。トレーニングですか。うん。何の。自転車がいつ来るか分かんないから、はい、引かれないためのトレーニング、まあ、実際自転車来た時にもう来た時は本当にもう絶対余裕ないから、はい、もう本当ギリギリで避けて本当はこのぐらいになると思うんだけど、ね、今は今こそ自転車を認識してるから避けられるけどっていう感じかな、うん、こうでしょ。だからそうやってそれは何をやってるんですか。まあ本当に、はい、まあ引かれる側なんだけど引く側の気持ちも考えないといけないから、はい、こう来た時に、今のは避けれたってこと。避けれたね。なんなら今一旦こっちに振ってこっち側に来たやつをより振り切れたから向こうからしたらもうなすすべないよ。途中で方向転換しても間に合わない絶対に。あ、難しいけどね。避けれるですね本当。避けれるよそれは絶対に。これだけやってんだもん。Thank you.
やることはやったんだよね。うん、でも今日まで引かれてないってことは、まあ、単独当日に引かれる可能性あるんだけど、はい、まあ、当日は言ったら気が張ってるから、はいはい、多分その俺は間違いないというか大丈夫だと思う。あ、危ない。ああ、あぶねえ。ああ、避けれるよ、それは絶対に。これだけやってんだもん。あぶねえ。でもこれ特訓してたから大丈夫。